今日は本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。メンバーちょっと用事で来れない人出てしまったんですけど、こうやってピアノ仲間が集まれる機会というのは、なかなかないものですから、そうですね、今日これからのひとときを、楽しく有意義に過ごしていただきたいと思います。それで今日はリハーサル時間もちょっと設けましたので、最初にくじを引いてもらって、あの順番くじ引きで決めたいと思いますので、1番の方からリハーサルをちょっと 2,3 分程度でお願いしたいと思います。それでちょっと紹介の方をちょっとしたいんですけど、それで今日あのピアノエンジェルメンバーの足立智代さんが兵庫県の方から6時間以上かけて来てくれたんですけど、せっかく来たんでね、皆さんたくさんお話しされて、仲を深めていただければと思います。